で、高木式事件の高木です。先日のツイッターいっぱい拡散されて、なんか100万回ぐらい拡散されたのもあって、見ていただいたのもあって、なんか、ちょっと言葉が悪くて、雑だったなと思って、ちょっと動画回してます。一個ずつですね、ちょっと。まず、審判委員長が大きな問題って言ったやつね。僕はね、あの選手は大好きなんですよね。よしあしは超あると思うんですけど、あんだけ気持ちが見える選手ってなかなか、ね、いないんじゃないかなって。別に気持ちがね、入ってないわけじゃなくてね、気持ちがもう全面出す選手、どうしても見ちゃうんですよね。そこに、審判委員長が、なんたらかんたらっていう記事見つけちゃってね、いや、ご自分はって思っちゃった自分もいたんですけど、冷静になって考えてみれば、ね、じゃあ子供たち悪影響だとか、見てて気分が悪いとか、ね、じゃあ、それを選手、相手選手向けたらとか、なんとかっていうのいろいろ見ましたけど、正解は、もしこれがレフリー、審判委員会の中で問題あるなら審判委員会がやるでしょうけど、僕の見解としては、あえてね、詰め寄っちゃったのは、気分悪いのかもしんないですけど、あれをやって、ね、損するのは、自分というか、それも含めての、ね、やっぱプロ選手としてやってると思うから、とは思ってます。あと、子供に対してとかってすごく言う意見も見たんですけど、それはもちろんそうかもしんないけど、何でもかんでもサッカー選手に求めんのって酷じゃねえかなっていうのもちょっとあります。ね。やっぱ自分のためにまず、やっぱサッカーやるべきだし、それがチームのためになって、ね、それは結果的に子供たちに夢を与えるってことになると思うから、全部ダイレクトでなんか繋げるのはちょっと違うかなって思ったりもします。あと、最近は子供たちが、レフリングに、文句をつけてくるとかっていうのもいただいたりとかしたんですけど、それは、はっきり言って指導者の問題だと僕は思ってますから、目の前にいる指導者、目の前にいる子供がそんなことやったら、指導者が指導するべきで、それをやれ、プロがやってるからだとかって、一定数はあると思うんですよ。プロの真似してとかって。でもやっぱ指導者がちゃんとやんなきゃいけないと思うし、ね、やっぱそれを子供に言わしちゃってる指導者ってどうなんとかってちょっと思ったりとかしました。そんな中でね、石井隼人さんって方の記事を勧めてくれる方がいて、お前見てねえんだろみたいな感じでしたけど、勧められてるという。ちょっと見てみたんですけど、ちょっと面白いなと思って、定期的に見ていこうと思ってます。だからこうやってつぶやいてみて、ね、いろんな見方とか意見が、もらえると、僕も勉強になるなって思ったのと、ちょっと出てきた元レフリーの方の名前、僕的にはアレルギーがあるんで、ちょっとそう、こうなっちゃったかなと思いますけど。はい。なので、一応極論で噛みついてみようなんて言ってやってみました。気分悪くした方いたらすいませんでした。で、それに付随してというか、ダゾーンのね、ジャッジリプレイ、本当僕はね、無責任だと思ってますよ。でも、コンテンツとしては、本当100点満点。面白いですからね。でも、面白さと本当のためになるというか、ドグソのこととかは、すごくあれは、良かったし、ただなんだろうな。何でもかんでも今ってすごい多角的にこう、映像が見られるから、どうしても審判の方がね、レフェリーの方が、のミスとかが目立つ。もちろん選手のミスもね、目立つようになっちゃってるんだけど、僕がね、現役の時よりは。でもやっぱ、レフリーの方のミスが目立つ、それをVAR っていうのがあって、J2、J3 にはまだないんですけど、かつ、試合が終わった後にジャッジリプレイで、取り上げて、面白おかしくって言ったらちょっとあれですけど、こうだったじゃんってやるのはちょっと違うよなっていうのを最近すごく思ってて、
でまあちょっと僕の中で盛り上がって、雑な書き方しちゃったんで本当に、気分悪くした方はすいませんでした。でまあ元選手や根元レフリーが出てるっていうところもね、そこにもうちょっと配慮して言わなきゃいけなかったかななんて思ってますけど、ただでも、まあ映像を切り抜いてというかその場面を切り抜いて後からなんだかんだやるのって、まあ僕はそれ結構危険だなと思ってて、でそれが勝敗勝ち負けにねやっぱ直結するところもあるし、それがやっぱ、ね、ファンサポーターの方やっぱクラブ勝ち点3勝ち点1になるのか勝ち点0になるのかっていろいろ関わってくるけど、だからこそなんかもっと、なんだろうな、配慮して言ってもいいんじゃないかなと思ってます。だからまあそってことは僕、まあ、僕は前が見てるってことなんですけど、ね、だからいろんな意見もらって、ね、僕も反省しなきゃいけない部分もあるけど、根本的にはやっぱなんだろうな、レフェリーあってのサッカーだし選手あってのサッカーでもあるし、ファンサポみんなで作り上げていくもんだと思うから、で僕も若い時はね、今ダゾーンがあったら本当取り、あ、もしかしたら僕自身が批判の対象になってるぐらいレフェリーの方とはやり合ってた過去があって、昔なんか全然ね、さっき言ってた審判委員長の方とかなんか取り合ってくれなかったですからね。それはでも石井隼人さんの記事の中でもちょっとあったりとかしたんで面白かったです。まあ550円かかりますけど、興味あったら見てもいいと思います。ね、本当にレフェリーに何言ったって聞いてくんないし高圧的だったし、そういうのがあって今があるんだと思うんですよね。でね、やっぱ生活かけてやってんだよっていう話もしたことあるし、でもねレフェリーの方たちだってね、いろんなお仕事しながらやってくれてる人たちがいたりとかして、でやっぱ僕が一番レフェリーにこう尊敬というか思ったのは、やっぱそのコンディション維持のためのそのなんか練習会みたいな動画とかを見て、あ、この人こんなにストイックにやってくれてるんだな、そのサッカーっていう競技を成り立たせるために。そこからちょっと変わったんですよね。だからまあ昔ね、フェアプレー個人賞なんて言ってもらいましたけど、あれはねイエローカードずっともらわなかったっていうだけで、自分的にはもしかしたらイエローカードもらわなきゃいけない場面があったかもしれなくて、チームを勝たせるために。でも早くこうリスタートしちゃったりとかして、チームメイトからもっと時間使えてくれって言われたこともあったけど、自分の中でやっぱねフェアプレーで痛いとか、フェアプレーを勘違いしたこともあったしね、じゃあ初めて一発退場した時のプレーを考えると、じゃあ今だったらどうなんだろうとか、まあサッカーは進化してってるから、でね、まあいくらレフェリーと話したって別に変わることはないっていうのが前提にあるし、でまあね、名古屋の時にはベンチでね、まあちょっと文句言って退場になっちゃったりとかしてる身分の自分が言うのもなんですけど、やっぱ岐阜でね、そのレフェリーの方が試合前試合後そのリカバリーとコンディション調整をしてる姿とかをね見て、やっぱり尊敬しなきゃいけない部分っていうのはあるなって今ね、やめてみてもすごく思うし、だからこそね、ジャッジリプレイはいい番組だと思うけど、なんだろうな、無責任感がもっと昔の方がもっとちゃんとやったかなって思いながらもね、まあ、最近もずっと見てるんです。でも本当に面白いんですよ。それは面白いですよ。元選手、元レフリーがね、出てて、盛り上げるためにやってくれてるわけだから。ただ僕はやっぱ横から見ちゃうと、って思っちゃうとこが結構あるから、ただこのツイートの書き方は良くなかった、と思ってます。すいませんでした。なので、まあ、ツイッターはね、やっぱその、多少、まあ、ラフにというか、僕はちょっと使ってるんで、まあ、たまにこう、ね、これ前回のね、当たってる当たってない動画とかもそうなんですけど、ちょっと足んないなと思ったら、まあ、僕は多分書くのが下手なんでしょうね。なので動画とかにしてなんか面白いというか取り上げたいことあったらやっていきたいと思う。基本的にはこのチャンネルはゴールキーパーのためにね、僕日本をゴールキーパー大国にしたいっていう気持ちがあるので、そのためにやっていくんで、まあ今回はとりあえずね100万ビューを超えてしまったんで、これはちょっと言っとかないと
ね、自分としても、ダメな部分はあったと思うんで、今回動画を回してみました。ね、なんとか J リーグね、サッカー界も盛り上がってやっていきたい中でね、こんな意見もたまにはいいかなと自分では思ってますけど、という感じです。また、まあ、キーパーのこととかはチャンネル結構あの練習動画とか出してるんで、よかったらチャンネル登録といいね、よろしくお願いします。以上です。